思議なのはグレイビアードに召喚されたドラゴンボーンは何をするのかってことなんだが、スームも他の技能のように学習できるものなのか。迷子か。ファルクが高く評価していたのはお前か。ようこそ。ポテマか。かつてのソリチュードの女王にして記録に残っている中で一番危険な狩猟術師だ。500年近く前に帝国が崩壊しそうになったのは彼女の仕業なのだ。確か彼女についての本を持っていたはずなのだが。ポテマ、召喚された魂はそのままで生き返るわけではない。彼女が蘇るためにはさらなる助けが必要なのだ。今の時点では狼の女王は彼女に使えたがっている使者で溢れたところへ撤退している。彼女は地下墓地にいるのだ。数日前、女王の手先の一人が神々の聖堂の壁を破って侵入してきた。我々は君に地下墓地へ行ってもらわなければならない。そうだ、召喚の儀式に立ち会っていたお前をわざわざファルクに呼びに行かせたのだ。今お前はポテマとつながりがある。一人で女王に対処しなければならない。女王の手先の処分なら助けることはできるがな。それで地下墓地に集中できるだろう。ポテマに関しては遺体を見つけなければならない。おそらくスケルトンだ。そしてアーケーによって清めるため地下墓地から運び出さなければならないのだ。実に面白い存在だ。もちろん強情で邪悪、意地が悪いが同時に素晴らしい狩猟術師でもある。彼女は皇帝の座まであと少しだったのだが、結局彼女が皇帝になることはなかった。皮肉なことだ。もし今日彼女がまだ生きていたら、彼女は唯一のセプティムの血を継ぐものだったのに。今なら間違いなく彼女が皇帝になれたのだ。皮肉な話だね。末長い人生にアーケーの加護を。聖じゃない武器。なるほどね。まあ使わずに全部ぶっ倒すんだけどね。
死者の間戻ってきた。あ、死者の間ともつながってるんだ。また戻っちゃった。何やってんだじゃないのか。神々の聖堂、ねえ、鬼ごっこしない？お前と甘い言葉のことを聞いた。お前が味方でよかったよ。信頼できる人間が身近に必要だから。八大神の祝福がありますように。ご用は何ですか？お困りのようね。助言を求めてここへ。いや、お手前を通しに来た。ん？急がば回れ。祠では座るも祈るもご自由にどうぞ。崇拝のすべての形を歓迎します。
シェオゴラス。強靭シェオゴラス。え？ん？どこから行くんだ？右後ろ側行く方を一旦出ろってことか。それちょっと。ああ、ここに出てくるんだ。八大神の祝福。がありますように。ご用は何ですか？出ちゃうし、いけないんだか。こっち側なんだか。お困りのようね。助言を求めてここへ。祠では座るも祈るもご自由にどうぞ。崇拝のすべての形を歓迎します。
ここ分かりにくい。マーカーのミスだな。やっと来たわね。私を束縛から守ってくれた英雄の帰還よ。感謝すべきことが山ほどあるわ。あなたが死んだら蘇らせて私のそばに置いてあげる。なるほどね。
れどこ行くの。姿勢よく死んでるな。
何かあるわ。そう遠くはないわ。さあいらっしゃい。死んで私に仕えるの。血まみれじゃん。上妙な者がよくぞここまで。でも採用機会に立ち向かえるかしら。お手並み拝見ね。
喜ぶのはまだ早い。こうしてな。セラーナさん、いつの間に。どこから来ましたか。こいつも倒さない。Thank you.
どこから来ましたの？チームワークの勝利ですわ。迷子か。戻ったか。うまくいったといいのだが、末永い人。手にアーケーの加護。素晴らしい。うまくいくときはいくものだ。私がその遺体を浄化しよう。バルクが何と言おうと、ソリチュードは君に大きな借りがある。私の声はアテイヤ様に次いで2番目だってアテイヤ様は言うのよ。軽く見られているわ。友よ、神のご加護を祈っている。宮廷に用があるのか。今日はよくやってくれた。戦争でどちらを支持するかは関係なく、ポテマの件は両者にとってこの土地を破壊するような惨事になっていたかもしれない。お前がいなければ惨事になっていた。バルニュースの警告にもっと注意を払うべきだったな。同じ間違いは二度としない。この報酬を受け取ってくれ。市長もお礼を言いたいだろうが、このポテマ再来の件は内密にしておきたいと考えておられる。間違いなくお前こそがソリチュードを守ったのだ。早くして。つまらないことには耐性がないのよ。
頼みたいことがあればわかるわよね。各種呪文を唱える才能を持つ人向けです。お体に気をつけて、そして覚えていてください。この世はあなたの血を流そうとする人たちでできている。しまい。